総高津監督、去年の日本シリーズから評価が一変してしまう。連覇したのになんで、特にやってること変わっとらんし、選手の活躍不足なんやろな。ヤクルトなんて誰がやってもこんなもんやろ、数年に一度以上に強くなる。頑固すぎるわ、日本シリーズの幕が不固定もそうやし、今の山田は上位で固定するわ、今の山田なんて7番でいいだろ。村上や山田に忖度しすぎ、甘やかして選手をダメにするタイプだわ。連覇したんやし、もうええやん。怪我人が噛み合えば上に来るし、複数出ると層が薄いから明らかにダメになる。強みが一番痛いよ。結局勝ってや納得するし負けとや叩く。どうせ叩くやつなんてそんなもんやろ。選手も監督も魔法が解けたんや。むちゃくちゃ頑固なんだよな。だから連覇もできたんだろうけど、だから今この順位とも言える。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。